皆さんお久しぶりです。里山プロジェクトです。今日はですね、冬の収穫に向けてですね、種まきをしたいと思いますよ。それでは早速里山へゴー。わあ、来た小松菜がみんな持ってる小松菜が、何ハイクラスと早く取り、はい、これどうしたらいいんですか。そうです、僕が佐々木です。いいねいいよ。これから冬野菜の種をまいていきます。イエーイ。見て黄色い株、黄色みんなは私白い株。これ青いさんじゃん。え、何どういうことだ。青いって書いてある。何どういうこと。これは品種の名前になります。そんなのあるんだ。小松菜の青いってこと。青い、ちょっとこれからこれ買おう。聖護院丸い大根です。これは味こがね、見てみた、甘みかぶ。何大丈夫、甘いかぶですね。ちょっとなんか激太りみたいな。これすごいな。大病総太りみたいなね、不健康なのか健康なのかよくわからない名前ですけど。何この名前、面白い。病気に強くてよく太るよってか太くなるよみたいな感じ、ね、ああなるほどね、きっと。みんなリアクションが少ない。お前がリアクションしないと。ほら、はい、はい、巻いていこう。で、どうすればいい。あ、佐々木くんはこういうの得意なんでしょ。そうでーす。テンションどうしたんだよ。なんかセリフみたいに全然セリフ決まってないのにセリフみたいに決めてもらって、はい、大根の人ここにお願いします。はい、株の人、はい、ここにお願いします。小松菜の人、はい。今から大根の巻き方を説明します。はい、全部違うんだやり方。これです。さすが博士、深さとか手のひらで感覚で、おお、でいでいっていう感じで巻いていきます。なるほど。ざっくりでいいのかな。ざっくりです。あ、ざっくり大根だよね、それはね。大根の巻き方何粒ずつぐらい。3粒です。3粒。とても細かいです。おー、こんな大きさなんだ。あ、でもどうだ、俺がそっち巻いた方がいいのかな。ね、そっち側なんか綺麗。じゃあ3粒いきますか。なんなで、シュッ、はい、そして軽く土を、これこんなもんでいい。はい、はい、おー、はい、この辺ね。で、質問です。はい、3つ同じ場所に植えると、うん、3つ大根が同じ場所になると思うんですけど大丈夫ですか。はい、種っていうのは 100% 発芽するわけじゃないんですよね。なので保険で3粒。なるほど。万が一全部発芽したら目取りっていうのをするんだよね。はい、はい、3つ同じとこから生えたら栄養が分散しちゃうから育たない。だから絞るんです。どれを発芽させたいっていう、育てたいっていうの、だから取っちゃうんです。そういうことか。そうなんです。わかった。え、なんでそれ決まってたの。それはね、君たちなんかちょっとやめて。そう、ちょっとね、新鮮にやろうぜ。なので決まってないのに決まったようにやるのやめてくれる。はい、よし、じゃあ次、こっちはこっちです。詰めといてもらって。株。黄金株。ごめんなさい、大根と一緒です。大根と一緒、オッケー。もう一回お願いします。手のひらで。あ、でもちっちゃい。あ、これでかい。小さいです。これでかいです。大丈夫です。はい、家庭菜園なので。はい。ダスン。の、ダスン。ダスン。っていうふうに植えていくと。はい、お願いします。これちなみにこれ全部佐々木くんがやってくれたの。そうです。素晴らしいね。仕事だもんね。そういうこと言わない。びっくりしちゃった今。え、これ何粒。これめっちゃ細かいけど。そう、これも3粒。3粒です。そう、わ、すごいいい驚き方。だから軍手より素手の方がいいよね。うん、味こがね、素手がいいって。え、これ3粒すげえ。よしよし、じゃあ小松菜頑張れ。小松菜一番簡単です。え、そうなの。もうパラ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 。わー、来た来た来た。
パラ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 。オッケー。じゃあもうこのまま、そのまま行っちゃってもいいぐらい？大丈夫です。行きます。あ、これマジでうまいんじゃないこれ。これもこみちスタイルでかけると散らばるけど大丈夫かな？ダメです。やめてください。あんまり多くても良くない。良くない。だからちょっとケチりながらの方が。佐々木くん、はい、宮城さんがちょっとどこにこの前埋めたか分かんなくなっちゃったみたいなんですけど、 OK、 余ったやつは取っとく、取っときます。 あれ佐々木くんこう全部やった？はい。あ、やったの？早い。俺やってないと思ってんの。ちょっと佐々木くんのところにねちょっとかけちゃった、間違えて。大丈夫。小松菜2種類混ざってるとこがある、うん、はい、ブレンド米ということで。米じゃない。初芽観察ってまた来たい。3日後に木も今回は栄養にします。なるほど。石は溶けていいでしょ。石は、そういうの、石は溶かしてください。い、石はね、じゃあ石拾いしよう。あ、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 ちょっと、あ、ハプニング、この辺もう味小金ばっかりになっちゃうよ。でもちょっと大きさが違うね、はい、あ、こっちの方がちっちゃい。ちっちゃいちっちゃい。本当だ、僕の頑張りましたね。頑張りましたよ。自分で言っちゃった。ちょっと掘ってもらって、はい、手を汚してもらって、はい、なんか、もうなんか手を汚してもらってって注意されました。一番大事なお仕事を、はい、何を、はい、葵さんに。え、僕でいいんですか？はい、緊張しちゃうな。葵ちゃんに任せるの？できるかな。お水を巻きます。水巻きですね。ちょっとどうやったらいいんだろう。はい、行きます。それ葵ちゃんできる？難しそうだな。どの辺が A なの？ちょっと振りみたいに言うのやめて。できるできる。で割とたっぷり、たっぷりめで、たっぷりめで、よし。じゃあここは大根ですね。いきますよ。あ、丸い大根です。シンさんが巻いたところ、はい、葵ちゃんが水巻いてる。はい、栄養たっぷりです。おね、おいしくな、あ、いや、おいしくなーれ、おいしくなーれ。よし、次、味小金。自分が植えたとこに。そうですね。ちょっとここはたっぷりめでいきます。バケツとかいいね。バケツでやっちゃうと種が流れる。おいしくなーれ、おいしくなーれですよ。ここ、私が植えたとこ。はい、丁寧めにお願いします。丁寧めにね。どうですか、こんなもんで足りました、はい、じゃあ最後はみんなでお祈りですか。豊年大根。あ、豊年大根。いい、それ雨が雨乞いだから。あ、雨乞い。この後雨いっぱい降るから。近所のほほろ。あ、近所のほほろでな。じゃあ無事に生えてきますように。はい、バーン。はい、ということで巻き終わりましたね。これからうまくいくと3日後ぐらいにはポン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 と、うんうん、はい、出てくるそうなんですけどね。え、収穫時期はいつぐらいになるのか。12月です。おー、冬、雪降るぐらいか降らないぐらいか、はい、収穫できるのかな。したいですね。早いね、2ヶ月。ちょっとその時はもうみんな凍えながらやる。そうそう、同じ格好で来たよ。みんなじゃあみんな同じ格好で。あ、なんかみんなあったかいな、なんかだから半袖だけ。いや、ぜひみんなでね、大根と、うん、カブと、うん、小松菜収穫して、うん、その時には何ですか、おでんですか、作るのはね。あ、いいですね。作りたいと思います。おでん、え、何おでん。はい、ということで皆さんも楽しみにしていてください。また会いましょう。ありがとうございました。ズーン、どこに。